とんで曲がらないレッスンプロジェクト第1弾、左打ちでシングルになった松さんが今度は右打ちでシングルを目指す。 WGS 理論。ちょっと待った。今日の講師のトシです。今日はあの WGSL っていうなんか理論があるんですけど、そこでシングルになられたっていうすごい方がいらっしゃるんですよ。ちょっと来ていただいていいですか。よろしくお願いします。今日も生徒さん役で生徒さん役生徒やろ。よろしくお願いします。他に習いたい人はいらっしゃらないですか。あ、どうですか。君もやっぱちょっと WGSL なんか見たことありますね。見たことありますね。彼見たことありますね。彼も WGSL。 彼立て立て横横とかやってたんじゃないですか。あ、その時の、あ、あ、あ、でも、とりあえずマスさんと、グジュプロですか。はい、WGSL を取り組まれてる方々をもう最強にします。はい、最強にします。もっと飛ばします。あ、もっと飛ばします。1年でシングル間違いないです。じゃあやっていきましょうか。じゃあまずはじゃあシングルマスさんでちょっといいですか。はい、何右打ちということで、まずやったことないですよね。はい、だったらもう今日は片手でやってください。片手、片手いきなり、いきなり片手、まず片手から覚えていきます。はい、で今日は右手、右手、この右手使えるとめっちゃ飛ぶんですよ。で曲がらないですし、飛びますし、右打ちやのにいきなり右手使えてなので全然大丈夫なんです。この右手はもう世界を変えます。大丈夫です。あなたのスイングを変えます。あなたの飛距離も変えます。あの先生なんかうさんくさいですね。じゃあ右手見ていきます。まあどれか、ちょっと先にじゃあ私が右手するんでよく見ててください。はい、お願いします。スタンスは肩幅ぐらいで OK です。問題ないです。これで単純に打つんです。いきますね。こういう感じで打つんです。で、これ大体のアマチュアの人、右腕一本で持ったら手打ちになるんですよ。手打ちになっちゃうんですよ。今十分手打ちやってるの。こういう感じで打つ。めっちゃ綺麗。手打ちで打っちゃったの。いやいや、当たったらタイミングが出ないんです。私だったらしっかり当たるタイミングも取れる。だから飛んでるだけで、あれ実際飛ばないですよ。ボール前にして難しいです。タイミングなんで、それをちょっと今日はやってもらおうかな。もう何も考えず、初心者ですよ。ですね。最初言ったやつなんかもう明らかにゾーンは点でしかなかったです。初心者の今のは完全にゾーンでしたもん。実際に初心者と言っちゃった。最初のがもろ悪い手打ちで右腕一本で、何にも考えない。初心者ですね。先生、映ってないけど大丈夫ですか、カメラに。右腕一本で、もう何も考えず、すぐ行きましょう。はい、はい、これ足回ってるんですね。もう一回構えていただいていいですか。右上で、もう適当でいいです。最初適当でいいんですか。そこからボール磨けて思いっきり叩きに行ってください。叩きに行ってください。そう、やばい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 、足やばいやばい、折れる。いいんすか。 OK です、全然 OK です。めちゃめちゃダサいです。悪いね、悪いね。さっきやってたの、ちょっとやってみてください。これ何にもダメです。これもう、これ手打ちです。これ絶対ダメです。飛ばないんで、これダメです。間違いです。これ多分 WGSL 理論、正しいとこなんか、やたら手打ちとか言うじゃないですか。ダメ。ほんと腰使っていくのがポイントなんですよ。で、右足をしっかりとこっちに置きたい。そう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 。なんか前も見ましたよね、これ。はい、もう一回。こっから手を置くともいいですか。手を置くと適当で。適当でいいです。適当で。ここからまず最初は、はい、ゴー。そうやばい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 。なんかでもさっきこれ、さっきでも6打席ぐらい前でこれレッスンやってましたよ。素晴らしい、素晴らしい。今のちょっとスイングは良かったんですよ。スイングは良かったです。ただタイミングが合わなかった。どういうタイミングで、どういうタイミングですか。腰をもっと切ったもんですか。腰切っていくと限界まで行ったか。腰切る、限界まで行って腰切りますね。切ったらグラブって勝手についていくんですよ。遅れ、もう一人遅れてます。今までやったら遅れて遅れて結構こう振ってたでしょ。いや、もうイメージなんかこういうペースターンとかなんかかじってたでしょ。かじってた、かじってた、かじってた、かじってた。これダメなんですよ。これ全然ゾーンがない。これ点でインカットしちゃうんで、で、ここか、ここも切っていくんですよ。そうえ、どこそしたら、
体だけ回ってるから変に見えるでしょ。実際はクラブって触れてくるんで、こうやってパッカッてについてくる。ああ、で、触れは触れはしてないんですか。しないです、しないです。やっぱこんな動きします、ね、あ、大丈夫しない、しない、本当ですか。まだ何も見えてないんで、さあ、やっていきましょう。腰を先に、腰を先に、イメージとしては一回上げてみてください。適当に先に回す。手の甲。そうそうそう。顔も一緒にこう。実際クラブ振ったらずれてくる。あ、なんでそれで戻っていく。勝手にする。勝手にする。で、いいっすか。どうぞ。ずるどき。全然ついてこない。最高です。最高です。大丈夫です。今だから、やっぱり今までの常識がこういうペースターンとかやってちゃったんで、多分当たらないだけで。全然勝手に。あ、勝手についてくるんですよ、クラブ。本当ですか。はい。そう、あ、そう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 。で、なんか振り遅れるって今イメージちょっと、それはもうなんかあったんじゃないですか。はいはいはい。まあ、体回してください。そうそう、ここかこう、なんかイメージ振り遅れるじゃないですか。はいはいはい。フェンス開いてるだったらもっと回すんですよ。これで合わせる。そう、左手握ってみてください。じゃあ野球みたいな。めっちゃハンドファースト。めっちゃハンドファースト。これなんですよ、僕が伝えたかったの。わかります。気づいてもらいました。はい。よかった。じゃあ最後、私がもうお手本見せる。あ、しっかり見せる。はい。動画撮ってもらってもいいですよ。ああ。まあ、やっぱ自分のスイング見ないと上手くならないから。ああ。いや。めちゃめちゃ見えてない、見えてない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 。そうそうそう。まあ、この辺はみんな持ち替えてもらってカメラ撮ってチェックして、まあ、あれですよね、皆さん打つ前からあの結果を分かってましたよね。最後のオチはね、あのオチは分かってたと思うんで。今日はここまで。また次回、はい、左使いますから。左今日右やったんで、次左。左も重要なんで、まあ、とりあえずここ行くためには右できてないんで、はい、徹底の方お願いします。チャオ、アドバーニ。上手くなりたい人募集してます。これやばいでしょ。進めていいです。やばい、やばい。久しぶりやから。すごいっすけど、めくったら僕足プルプルしちゃうんすね。そう、びっくりしました。びっくりしてました。俺も気がしました。プルプルプル。ちょ、俺も左にレッスンしてもらいたいよ。ぜひ。でもなんか素振りすごいことする。なんかあれっすよ、今日めちゃくちゃ下手くそでしたね。緊張した。久しぶりやったね。全然喋れてへんかった。しかも僕キャラが分かってへんからさ、どのキャラで喋っていいかも分かってへん。最後らへんちょっと思い出してきた。あ、こんな感じでやってた。また1回ですもんね。はい、まあ、第2回お楽しみにということで、皆さん、チャオアドマニー。チャオアドマニー。